映ってます？ですか。はい、それでは女子 1600m リレー優勝しました鶴ヶ高校の選手の皆さんにインタビューしたいと思います。優勝おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今日の記録結果について、一言ずつお願いします。はい、今日は絶対3分切るっていう目標だったんですけど、あとちょっとで切れなかったので、次こそ絶対3分53秒目指して頑張ります。はい、持てる？このチームでインターハイで1回3分58秒09を出したんですが、それを上回ってベストを更新するつもりだったんですけど、私のラップが悪いのとで、なんかうまくタイムが出なかったので悔しいです。今日は4分を切って大会新記録で優勝する予定だったんですけど、私のラップが遅すぎたし、まだまだスプリントも遅いので北信越までにしっかりそこを強化して北信越でリベンジしたいと思います。今日は3分台を切る予定だったんですけど、一応今季ベストのタイムなので、このまま北信越でもタイムを上げれるように一人一人の力を上げていって絶対インターハイ行きたいと思います。はい、それではインターハイ北信越大会頑張ってください。おめでとうございました。ありがとうございました。